お知らせ広場。催し物。大好き茨城企業説明会を開催。大学短大専修学校などの新卒予定者、既卒・未就職者を対象に、県内企業約100社による説明会を開催します。水戸会場。6月16日火曜、ホテルレイクビュー水戸。土浦会場。 6月25日木曜、ホテルマロウドつくば。いずれも10時30分受付開始。参加事業所など詳細は下記まで。問い合わせ、県労働政策課。電話029-301-3645。FAX3649。ホームページ、大好き茨城企業説明会で検索。 募集東日本大震災の写真や体験談をお寄せください県では県民の皆様の手元に残っている東日本大震災の資料や記録について風化させることなく保存する事業を進めていますどんな資料を集めているの写真、動画、書籍、文集や手記、日記など 集まった資料はどうするの県が大切に保管し、貴重な教訓として後世に伝えます。また、防災教育や防災対策に活かします。手元にあるけどどうしたらいいのまずは下記までご連絡をお願いします。日程調整をさせていただき、後日、収集担当者がお伺いします。問い合わせ、県防災危機管理課。 電話029-301-2875。育児休業職員の代替人気付き職員の先行採用試験。職種、保健師、管理栄養士、農業。締め切り、6月17日水曜。試験日、6月25日木曜。 募集職種は変更となる場合があります。問い合わせ申し込み県人事課電話029301-2278ホームページ茨城県人事課で検索生き生き茨城夢国体イメージソングを募集中平成31年 本県で45年ぶりに国民体育大会が開催されます。大会を盛り上げるのにふさわしいイメージソング、歌詞と曲を募集します。締め切り、6月30日火曜。応募資格、アマチュア限定、グループ化。採用作品、1点、賞金30万円。 詳細は茨城国体ホームページの募集要項をご覧ください。問い合わせ県国体推進課郵便番号310-8555水戸市笠原町978-6電話0 2 9 3 0 1 5 4 0 2ファクス5 3 9 9ホームページ茨城国体で検索 自衛官募集のお知らせ。夢を叶える自分、始めよう。あなたも自衛官になって地元のために貢献してみませんかあなたの若い力を地元の安全安心のために。問い合わせ、自衛隊茨城地方協力本部。電話029-231-3315。f クス3 3 1 6 ホームページ、茨城地本で検索。問い合わせ、県市町村課。電話029-301-2453。案内、銀座、茨城マルシェでほっと一息。東京銀座の県アンテナショップ、茨城マルシェでは、 茨城のメロン小玉スイカフェアを6月30日火曜まで開催しています。生産量日本一を誇る茨城県産メロンをふんだんに使った贅沢なデザートメニューや1000円以上お買い上げの皆様に抽選でメロンまたは小玉スイカが丸ごと一玉当たるスピードくじなどをご用意しています。ぜひお立ち寄りください。問い合わせ 県広報校長課。電話029-301-2123。問い合わせ。県アンテナショップ、茨城マルシェ。郵便番号104-0061。東京都中央区銀座1-2-1。電話03-5524-0818。 プレミアム付き宿泊券、収入券を6月1日から販売開始。県内の宿泊施設でご利用いただけるプレミアム付き宿泊券5000円分と観光施設やお土産品購入、飲食店などで利用できる収入券8000円分をそれぞれ半額でインターネットや茨城マルシェで販売します。 また、これらの県を利用できる施設などを随時募集しています。詳しくは、観光茨城ホームページをご覧ください。問い合わせ、県観光物産課、電話029-301-3617、ホームページ、観光茨城で検索、観光茨城ホームページの QR コードがあります。 6月は食育月間です。県では、おいしいなを合言葉に、食育を通じた望ましい食習慣の形成と健康づくりを推進しています。毎日朝食をとる、野菜をしっかり食べる、家族と食卓を囲むなど、身近なところから食育に取り組んでみませんか合言葉は、おいしいな。 おはよう、ごはんを食べましょう。い、いただきます、ごちそうさまを言いましょう。し、しっかり野菜を食べましょう。い、茨城の食べ物を味わいましょう。な、仲良くみんなで食事を楽しみましょう。問い合わせ、県保健予防課。電話、029-301-3229。 歯と口の健康習慣6月4日木曜から10日水曜までは歯と口の健康習慣です。今年の標語は、送りたい未来の自分にきれいな歯です。8020、80歳で20本以上の歯を保つ6424、64歳で24本以上の歯を保つ虫歯にしない を達成するためには生涯を通じた歯と口の健康づくりが大切です一日に1回は10分程度の丁寧な歯磨きをしましょう半年に1回は定期歯科検診を受けましょう問い合わせ県保健予防課電話029301-3229 マイナンバーの通知が始まります。10月から住民票を有するすべての方にマイナンバー、個人番号が住所地の市町村から通知されます。マイナンバーは平成28年1月から年金、雇用保険、医療保険などの社会保障や税、災害対策の行政手続きで利用されます。民間事業者も 社会保険、源泉徴収事務など、法律で定められた事務でマイナンバーを取り扱うことになります。問い合わせ、マイナンバーコールセンター、電話057020-0178、問い合わせ、県情報政策課、電話029-301-2551、ホームページ、マイナンバー で検索女性相談のご案内名称変更のお知らせ茨城県婦人相談所は4月1日から茨城県女性相談センターに名称が変更となりました女性相談センターでは配偶者や交際相手からの暴力に関する相談など 女性の方からの様々な相談を受け付けています。一人で悩まずに相談してください。電話029-221-4166相談専用電話相談時間平日9時から21時土日祝日9時から17時面接相談時間9時から17時 要予約。秘密は守られます。匿名での相談も可能です。問い合わせ。県子ども家庭課、電話029-301-3258。問い合わせ。茨城県女性相談センター。電話029-221-4166。個人事業税の納税は口座振り替えで。 個人事業税の納税は便利で確実な口座振替をご利用ください。口座振替をご利用いただくと納期の最終日にご指定の預金口座から納税されますので納め忘れの心配や納期のたびに金融機関などに出向く必要がなくなりとても便利です。平成27年度第1期分から口座振替をご利用いただく場合には6月30日火曜までに 各県税事務所へお申し込みください。詳しくは、最寄りの県税事務所までお問い合わせください。問い合わせ、県税務課、電話029-301-2418。6月は不法投棄防止協調月間。県ではヘリコプターによるスカイパトロールや建設解体工事現場などのパトロール。 廃棄物や残土の運搬車両の一斉検査などを集中的に実施します。不法投棄の防止や解決には、早期発見、早期対応が最も重要です。不法投棄や野焼きを発見した場合は、直ちに専用ダイヤル、不法投棄1 0 0番まで通報をお願いします。不法投棄1 0 0番0120 536380休日や夜間は最寄りの警察署まで問い合わせ県廃棄物対策課電話029-301-3033ボートクルーズをプレゼント茨城の夏休みを家族で楽しもう茨城キラ TV では 茨城の海や湖を目いっぱい楽しめるプレゼントキャンペーンを実施しています。締め切り6月22日月曜1名様にプレゼント。詳しくは茨城ら tv ホームページからキャンペーン特設ページをご覧ください。ホームページ茨城らで検索。協力。 ヤマハ発動機株式会社ホームページヤマハマリンクラブシースタイルで検索問い合わせ県広報広聴課電話029-301-2129不正大麻消し撲滅運動7月末まで写真ソムニフェルム種 ケシ、シシ。セティゲゲルムシュ、厚みゲシ写真説明。それぞれ花の写真です。写真終わり。こんな花を見かけませんか一部のケシやタイマの栽培は法律で禁止されています。疑わしい植物を見つけたら、最寄りの保健所までご連絡ください。問い合わせ、各保健所。 水戸、電話029-243-9437ひたちなか、電話029-265-5645ひたち大宮、電話0295-52-1159ひたち、電話0294-22-4190鉾田、電話029133-2158 いたこ、電話029966-2116。りゅうがさき、電話029762-2163。つちうら、電話029821-5364。つくば、電話029851-9287。ちくせい、 電話029624-3913上層電話029722-1351小が電話028032-3021ホームページ茨城県役務課不正大麻で検索データ茨城 4月1日現在、総人口291万1036人、前月比5008人減、男性145万1536人、女性145万9500人、世帯数113万278世帯、前月比1330世帯増、